もう開いてますね。長老から話は聞いた。外には魔物もいるから気をつけろよ。気をつけろ。じゃあ行ってみましょう。ちょっと一旦セーブしますね。下、東の森の町。まあそんな感じか。おうおお、なんかおるな。で、こっちも行きますね。じゃあなんだろう。これは通れないね。スライムがいるだけ、しまいかな。じゃあ今度こっち行ってみましょう。この下は、あ、別に何もなかった。よいしょ、ゲイリー。上向いてそうにないですね。このスライムね、時期に自分のいる場所に、の座標に合わせる形に向かってくるんですよね。だから、今のうち、ゲイリー。今のうち OK。おお、え？あれ？あ、これ無理じゃん。戻ればまたやり直せますね。これは、こうやって、こうやって、こうですね。洞窟ってこういうことかな？あれ？通れないですね。ちょ、もうちょい行ってみるか、こっち。よいしょ。お、危ねえ。ん？行き止まり？ん？そうしたら、ん？どこ行けばいいんだ？なんか行ってないとこあるのかな？もうちょい見てみるか。ここも行けないよね。ここも無理ですね。おお、危ない危ない。よいしょ。でもこっちも行けないしね。この下はさっき見たもんな。こっちも行けないでしょ。どうすればいいんだ。特に名もなし。ちょっと待ってよー、どういうこった？東の洞窟何かあるよー。何かはあるかもしれない。ん？どうすりゃいいの？別にここも行けないしね。どうすればいいのかな？今は眠っているようだ。
これで東のドイツ向かってなんかあるのかな。もっとね。別に変わり映えはしないけど、どうすりゃいいの？おお、あね。この穴なんだろう？なんか意味あるのかな？もしかして落ちたらダメージ食らうよな、きっと。ん？どうすればいいんだ？うん、普通にこの辺りなんかあるわけでもないっぽいな。ん？こっちも通れないでしょ？なんかあんのかな。でもここ穴しかないってことはなんかあるよな。いいや、落ちてみよう。お、こっちに来るんだ。はあ、なるほどなるほど。ん？スイッチ OK。お、これは剣を手に入れた。攻撃ボタンで剣を振る。おお、そういうことか。剣は、基本 X キーですね。ただ自分の今のキー設定は Z キーに割り当ててます。とすると、おお。おお。普通にまともに攻撃できる手法が出てきた。しかしなんか剣の振り方は割と雑っぽいね。あ、そうか、これでこう切ってこういくのか。こう、なるほどなるほど。ちょっといろいろ見てみますか。お、なんだ？あ、これはヒットポイント回復か。うんうん。おお。爆発って当たったらまずいのかな。よいしょ。さっき見た感じだと、なんか食らってはなさそうな感じがする。ちょっと待って、そうしたらこっちが行けるように。そっか、そっちが行けるのか。なるほど、ちょっと町の方に戻りますね。確か町の方にも何かあった気がする、切れるところが。こういうのとか。私なんもないよね。旅っていけんのか？あ、いけそう。あ、いけた。なんか荒いな。
お、ハートのかけらを手に入れた。最大1ポイントが少し増えた。うん、ちょっと増えましたね。あ、そうだ、こっちも行けますね。ん？あれ？関係ない。あ、まだなんかダメっぽいな。なんかあんのか